続いて 1P がゴーさん。さあゴーさんは02コアクではおなじみ。さあ気になるキャラクターですが、今日とあと誰だ、さあシェルミ、山崎。さあかなり特殊なチームですね。山崎はまあ02イベムでも使ってますけども、さあ他の2キャラはあんまり見ないですね。でも今日シェルミなんか多くない？さあかなり珍しいですね。さあこれはミュウさんとの試合でもあった組み合わせ、評判から。さあやはり似たような展開というか、ね、シェルミの狙いはやはりこの渦をうまく潰していきたいですね。さあ中に入っていく、足払いから。さあ立ちには足払いで押し置きみたいな感じでしょうか。さあ通常内から走り込んで、さあ三ライの夫人、ここはガキャン全然寝かひ、そしてダッシュ投げ、流れるようなこの攻め、最後はジャンプシーンめくっている。ゼロ2とかよりやはり鋭いですね、めくりが。さあこの組み合わせもあったな、なんか。めくる、結構でかいですね。さあ怖い、追い打ちから背向け表だ。さあしかしここはうまく、いやすかし投げ、少しだいぶシェルミに仕事したといった感じでしょうか。続いて中堅戦、山崎。あ、これもやはり中段ヘビがダイモン邪魔ですね。しかしやはりガーキャン前提から投げが確定するので、さあそこも山崎側は神経を使わなきゃいけない。うまく立ち A の外からこう詰めていきたい、詰めていきたいというか、だーだー、最大強パンが確定、パチキが当たって、よくある。さあゼロドットダイモン攻めに行く、減ったー、まあそこはちょっとガーキャンも意識するとこなんで、大外のチョイスはうまいですね。さあゴーさんの大将の今日、さあこのダイモンは早めに言わしておきたいが、さあ最後の体力のダイモンは本当に怖い。足払い大打ちになって、これはああそのまま死んだ。あナルトさんの連勝が止まらない。さあ 1P はもうおなじみでしょう、小野ちゃん。さあキャラクターはイオリ・チズル教。さあ三種の神器、さあ開幕弱小で打っていく。さあこれが苦しい、封じられてもピオリもマジかじゃないか。ピオールゲージを貯めてチズルが助けに来たが間に合わず、さあ地図対つづる、あこれもちょっと難しいですね、お互い何とも言えない感じがします。基本的にハジハジになった時はうまい、打つをこう後出しで出していくのが基本なんですが、そのまま勢いに乗ってナルトさんが2立て。さあ小野ちゃん大将が今日、これも非常にいい勝負の組み合わせですね。さあしかしちょっともう状況がナルさんに傾きすぎているか。さあ追い力、
ゲージがないので逃げられない。一気に勢いに乗ってナルトさんの勝利。真っ赤池さんでいいんだよね。はい、ワンピガーが真っ赤池さん。真っ赤池さんも何回か出てる、3、4回目ぐらいかな。で、試合の途中ではありますが、タロキさんとか次の試合からマイクとか大丈夫かな。タロキさん次の試合とかマイクお願いしても大丈夫ですか。はい、お願いします。ということで、さあ試合の方がイオリ対つづる、先ほどと同じこの組み合わせ。さあイオリは詰めるときは一気にこう攻め立てて、遠距離はヤイン払いをうまくこう当てていきたいところですね。さあ三雷の夫人が刺さり、ここはナルトさんが先制。さあ続いて今日ここで千鶴は止めておきたいところ。さあしかしゲージがないので千鶴に詰められるとちょっと苦しい状況ですが、今は逆に詰めている今日が。さあ位置が入れ替わって見てる、これは減る。さあ届かないが、ダウラから禁止。千鶴確か三雷の夫人からの打ちて最大5発ぐらい入るんですけど、ちょっと多分全部最速っていうかジャストで入れないといけないのが難しいですね。さあ大将のクリスですが、うわー痛い、相打ち。千鶴は乗るとやはりこれが怖い。なんとかなんとか掴みたかったが、暴れつぶしからの三雷の夫人。いいんじゃないですか。たんですけど、多分ナルトさんがかなりぶっ殺しまくったんで、結局変わったのがマキシマーベですね。あ、書いてるんでちゃんと。ん？はい、牧島さんと、ナルトさん。これね、ワンピーガーのチーム残ってるプレイヤーがマジで有名人しかいないですからね。どう頑張るんだろうっていうぐらい頑張らないとダメですからね。まあで、チブルもなん、まあでもチブルは食感かと、食感がいるんでチブルをどうやって殺していくかっていう話になりますね。ナルトさんは、まあ、98よりは UM の方があれなんかな、まあ、やってるみたいなイメージでしょうけど、結構こう、まあ、キャラの強い部分を順風に押し付けるっていうところがうまいですね。割り切って、まあ、ここは対処できてないからこれでいいだろうみたいなのがかなりうまい。さっきから三雷の夫人ももう相手ノーゲージワンゲージであってもとりあえずやっていって、まあ上下タッグかけてみたいな感じになってるけども、ここゲージが全然見えない。さあ1本目を取ったのがナルトさん。まあ、ダイモンなんでね、なんとか。あーノーゲージ、ノーゲージダイモン、ちょっと厳しいポーズねこれ。とはいえまあ分身にジャンプ D を引っ掛けたりしながらダメージを取っていかないことには、まあ、パリに行っちゃうとガーキャンされるんで、分身の終わり側に引っ掛けるやり方ができればかなり強く、この純粋にタク、これこけて受け身は取らない、雲つかみが届かない、礼儀の石笛は出ていないですけれども、ガーキャンをして画面足キープライン。おっとここで一塁があるが、さあちょっと暴発してしまいましたね、切り株が。おそらくまあ電池を入れようとしたのではないでしょうか。ナルトチブルがもうこれ止まらない状態ですけどね。マリーが遠泳を振って、これ打対策なのか、分身を止めたいと、とにかく分身を止めていきたいという感じですね。ま
まあ、単体でこの組み合わせを見ていくことがあまりないのであれなんですけれども、まあ、マリー側の詳しいにはガーキャンができなかったり、結構マリー側もあとまあチブルのしゃがみに対してジャンプ D がめくれたりとかいろいろ面白いこともできるんでしょうけど、とはいえこの横押しのプラファですね。一回まとわりつけばいけるのか。さあ安定の前転ディレイ気味の前へ、これも当たってしまう。さあそしてここはもうゲージあるんならゲージ入っちゃいたいですね。パッパとガーキャン AB もしくはガーキャン CD 待ってもあんまいいことないですからね。ワンサイドで、追加プレイヤーでラッシーさんが入りました。マルチン、お金は入れてました、間違いなく。さあラッシーさん、あーなんか強そうなチームですね。夜大も浦代、これあれ初期版と2本で喋った方がいいですかね。あー全然大丈夫です。この位置ってゲージ見えなくないですか。そうなんですよ、ね、俺の馬行の問題かもしれないですけど、そうなんですよ。でなんかあガーキャン AB しねえなとか思ったらゲージなかったあなるほど。おおこれはまだピロない。もうでもあそこまでだったらもうしんどいでくれよって感じですけど ね、 そうですね。こんだけ当たったんだから俺勝ってるだろ試合みたいなまあチブルがまくるには三雷の夫人当てるしかなかったですね。そうですね。さあチブル6連勝ですよ。ナルトさん今ナルトさんやっぱすごいですね。基本がしっかりしている感じがします。そうですね、やっぱり、はい、なんかちょっと乱暴な言い方すると処理能力が非常に高いので。そうですね、やっぱ取りこぼさないですよね、はい。さあしかしここはラッシーさんが先頭戦を取っている状態。まあこれはこれはまずい。しっかりと NC からより届く方から行きましたね、はい。この組み合わせがかなり肝になるのかな。そうですね、これをよく物議を醸し出すこの組み合わせですけど。そうですね、ただまあクリフェガーが多分ゲージ吐きづらい順番なんで、はい、まあ、ダイモンちょっと気が楽でしょうね。あそうですね、まあ、チェンフラーのために1本発動したとしてもまあまあダイモンが最終的にゲージも多分裏足ロードできるんならまあワンピーガーとしてはここまで。そうですね、確かに。あっうわぁでかい。いやー痛いなこれは。あれ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 ここは当たらないがダイモン相当有利な状態。あ中断、まあ、まあ今の中断は食らっても別に。あそうですね、これはまずい。これで体力が負けてますね。若干クリス、あーだったすごい今1秒ぐらいでいろんなことが起きましたね。まあ、でも4文字で表すと GDGD って書かれて終わりですからね。さあ怒りのダッシュ投げです、はい。あゲージがいっぱいあるんでこれサクッと美味しい。おっとこれは地上で、まあ、あれ弱しか打つとこない、ね、ああまあほぼほぼそうですね。ちょっと対空多分空中で当てなかったんだろうけども、うん、はい、ちょっと発生の遅さで地上ヒットしてしまいましたね。さあこれは持ってるゲージを大事にしたい、まあお互いミップなんですけど、はい、まあ、ラッシーさん、浦代は確かぶっとかってたので。そうですね、まあ、最近はかなり X に夢中らしい。え、X? X にオネップらしいですけど、うまい。うまいですね、今のくぐり、マジうまい。さあ、今のはガーキャンされてもいいよっていう、まあ、おいしい。さあ、これはおいしくない。あー、すごい。これは繋がらないです。これは97年ぐらいの時の友達同士の対戦しか繋がらないと思います。うわうわーい NC コマ投げ。さあリードらしい、鍋仕込んだっていうレベルでしたね今のは。大打ちぶつかり合いを制してラッシー勝利。今だってナルトさん本当に珍しく表情に出ましたからねなんだこれっていう。ハローちょいマチュアがほぼ格なんで表強とかが入ってくるかなっていう感じですね。なるほどなるほど。メジャーさんはなんかあのもうこの日関東に越して3年ぐらい経つんですけど、あーそんな経つんですね。未だに、はい、いやーボックスじゃーちゃんは無理だよって言い訳をしててなるほど。そんなもんみんなこう思いながらキッコーさんとかも使ってると思うんですけど、あーはい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 、であくまでちゃんを選ばずになんか中途半端なフラクリフとかを出してきますからねなるほど、うん、結構使ってたはずなんですけどねちゃんもこの人。
さあバイス、まあ、ちょっと13と間違えたような感じになってますけど、はい、さあラッシーさん側もまたキャラをちょいちょい変えて、そうですね、これでも結構ラッシーさんよくこの組み合わせ選んだなって感じですね。あんまやりたくなかったそうですね。これちょっと嫌ですよね、鈴川。これはまあ、ジャハン得意気にチョイが有利だって散々言って、なるほど、まあ、大木さんに負けてる記憶しか僕はないんですけどでもやっぱりこれでもこれは厳しいですよ。そうですね、まあ、うん、結構なんかお互い大変そうですけど、開幕乗っかってガーギャンできないうちにチフルが殺しちゃうことはあるでしょうけど、ね、やっぱり1本持たれると、はい、こうなった時すごいチフルめんどくさいっていうか、もう追うのが大変です ね。分身でゲージ貯めるにもこれはウキーがカウンターで引っかかってしまいますので、はい、この状態になるともうチョイ側もかなり楽ですね。そうですね、まあ1本貯めに行くのかな、分からないけど、それ打つか、まあ打つか一応、あーリバハイを選択、まあ減らしに行きましたね、ゲージ吐いて、はい、どうなんですかね、分身を打つとちょっと悩みどころですか今の。まあ確かにちょっと難しいところですね、うん、あーでも怒ってたんだな、ゲージ1本残した方が良かったような気がする。それは確かにそうかもしれないですね。気がついたらマックス砲却で5割が減っている、はい、これはまずいですね。ここはちょっと見せていくのが大事ですね、闇払いは。あ、いやごめんなさい、そうですね、おにゃきを見せていって、はいはい、ウキーに対するリスクも分からせながら、あーまずい、これは痛い、これはまずい、追い打ちは入らなかったものの飛翔客、飛翔客が当たる。あのウキーが空中で当たったとき相当の人笑顔になるんですよすごい気持ちいいらしいですねこれちょっとめんどくさいですね、ノーゲージ、あー辛いですね、はい、ゲージを貯められて、あーだいぶ、あっこれは痛い、これはね、減った、これはちょっと、はい、あーウキーだけで終わってしまった。あ、ジャーさんが勝利、まあ、ウキーという技は強かったですね、はい、ステブさんが、いや無理、無理とか聞いてないんで早くやってください。え、いや初期ファンおらんからキャラ変えられへん、さっきの試合で見たときバスケ部さんアンディをなんか使ってたりしましたけど、あれがランダムで出たキャラかどうかわかんないけど、いろいろ試してる段階なんでしょうかね。でビリーを抜いてバイス、あとはブライアン、ラッキー、さあバスケ部先鋒はラッキーグローバーです。ね、バイスは大将に置いてきました、ブライアンが2番手、これが、まあ、マチュアにバイスを当てにいった形、とりあえず通常攻撃ダメージを取っていきますわ、このコンボでかい、4割減って画面端、さあ空中ガードしてこなかったら美味しかったんですけど、ここはしっかりガードをしましたバスケ部、間もなく1本たまろうというところ、ここでガーキャン用のゲージも貯めて、レバガチャ投げ、助けには誰も来ない、レバガチャ投げ、これフォート、あ、俺やめましたね、ジャーファン連打やめました、もう完全に折れてますね。さあ残り時間が短いので下段さえ通さなければバイス側逆転の目はないので、これはまあバスケルファンとしては横に移動し続ければ勝てたと。そして出てくるはラッキーに対してチョイのゲージが1本、さあ浮きをうまく引っ掛けていく、ここでレバガチャ、これね食らってる方、これ3回目でしょ、1試合でなかなか折れますよ、一生懸命外さなきゃ減りを減らせないんですけど、まあバスケ部さんの連打がなかなか早いために外れないというこのしんどさ、しゃがみにガーキャン、これはガーキャンしてもらったような形のしゃがみ絵なのかな、あえてゲージを剥がしたように見えるが、足払いがヒット、さあウキー、ここはおー、いやらしい当たり方、さあガーキャン1回ぐらいはしたかった、ゲージ溜めたまま死んでしまいましたが、2番手がブライアン、これ馬高の関係でガメラがどうなんでしょう、機能するんでしょうか、ガードを固めていって、
ここで1本バーギャン、早速ゲージを吐いていく。まあ作業感あふれる感じになるんでしょうか。これは付き合わない、もうガードを固める。バーギャンしてもらって、バックステップ空中くらいなら安いもんだと。なんか今のはどうなんだ。ジャーカーもゲージないんじゃないの。まだ1本ある。さあ大事に作っておりましたゲージ。はい、ブライアンがもう1本できまして、ここがガーキャン振るのか。フォローフォロー、ガーキャンのダメージがちょい側バカにできなくなってきましたので、うわー、残されたキャラが街は、まあ何があってもこれは結構勝っていかなきゃいけない組み合わせでしょう、マチュア側としては。やはりまあエボニー、しゃがみし等々で楽をできると思われている組み合わせ、勝っていきたいジャー側。ゲージが1本ここで溜まるも、遠泳から固めていって、ガードガードガード、ガーキャン、エボニータイムにはいかぶり、ダッシュ投げを選ぶ。さあ投げ投げと並びました。対象はバイク、空中くらいで安い逆向きだが、これは入ってしまう。ガーギャンステップに遠泳が引っかかる。避け攻撃にはガーギャンをして、ここでエボニーゆっくり避けたところにダッシュから投げ、ステップで避けが間に合って空中くらいもっぷれたが、まあ、回復手段がないのでバイフ側かなり厳しそうですね。これはでも自分で選んだ順番のように、投げが昨日、はい、ギフトの対策がバッチリでしたね。バスケ、さあここでタロキさんが行く。さあお互い何回対戦したかわからないぐらいのこの組み合わせですけれども、さあやはり順番からの読み合いがちゃんとチョイが入ってると、それがさらにちょっと考えなきゃいけないですね。ちゃんチョイは多分有利不利が相当こう激しくなるので考えどころでしょう。あ、先方戦はマチュア対ちゃん、これはちょっとジャーさんが美味しいのかな。さあエボニーをどうかいくぐっていくか。まずは消して、うまい避ける。さあ的確に避けて尻投げ、これはやっとタロキさんチャンスだったか。また追い返されてしまう。これ本当大変ですよね。さあうまくダンディで避けようとはするが、相当あれ避けるの自体が難しいです。ここは決して前転投げは確定せず、ガーキャン消す。さあタッシャーキックから、タッシャークマンか、ガーキャン前転から前転、ガーキャン鉄壁避けるが、これは回す。おっとこれは美味しい、当たって、さあ最後になんとかダメージを取り返したが、やはりリードはじゃあ、さあしかしゲージも貯めて最低限仕事はしたといった感じが。続いてダイモン、あ、こうやはりガーキャン払って画面端だぞ。避ける。おっと。ここは大外切り返していく。これで試合がほぼ五分に戻ったかなといったところで、バイス。危ない。これどうなんだろうな、まあ、ちょっとやはり地上戦もダイモンに分があるかなっていうところですね。おっとしゃがみジャッキック邪魔するんだ、知らなかった。スカるんですね。さあ遠心痛い。さあしゃがみで姿勢を低くして相手を動かしていくか。来ないからゲージを貯めて中段で前転。さあじりじりと追い上げを見せるダイモン、走り込んで、ここはガーキャン、ジャンプでいいから、またもガーキャン、おまないが刺さって残り10秒、おっと、さあ、じいじいしている、だ、いて、
さあ今的確にこう大キックとかで追い打ちしたくなるところなんですけど、しっかり頭上してましたね。あれで大キックとかで死ななかった場合もありますからね。さあここはゼロドット。さあ目いっぱい時間を使って潰して、うまい。さあうまい。さあそして、あ、残り時間40秒、残り1秒だけ もし答えたかったが、ここで大将戦クリスタイチョイ。さあお互いゲージは3ゲージ。あ、ここで先に発動していくのはジャガワ。マジでうますぎるやろ今の。さあそしてまたもゲージダメ作業に入る。あ、そして続い、あ、危ない。逆に発動したのはタロキさんだが、いやー痛い。いやー、ここで逃がしてしまったのはでかいか。いやー最後は視聴客と相打ちか。ジャーさんが勝利、強い。